こんにちは、ナフ太郎です。ナーフ N ストライクロングストライク CS6 を紹介します。2本目はスナイパーショット CS6 でした。2010年発売した、日本でねモデルということで、だいぶね年月は経っているんですけれども、本当にね色褪せないと言いますか、めちゃめちゃ今でも人気があるロングストライク CS6 でございます。やっぱりね見た目がね、これぞスナイパーという感じで、ちょっと前タカラトミーさんがアルファフォークとかラプターストライクとか売ってましたけれども、見た目的にはこちらのロングストライクがダントツでスナイパー感があるのではないでしょうか。性能とかねアルファフォークとかに軍配は上がると思うんですけれども、ナーフはロマンが大事ですので、見た目がどうしてもかっこよすぎるから、これもう本当に今でも中古市場で9000円前後で取引されてますよね、ヤフオクとか見ると。ちなみにこれヤフオクで9000円ちょっとで買ったやつなんですけれども、バレルは当たり前のことで、もうサイトもねついてないとやっぱ寂しいですよね。塗装がね完璧なんですよね、完璧。もう色分けからカラーリングからで、右側、今でも右側はね凝ってますけれども、塗装は左側もねちゃんと全部塗ってあるんですよ。本当にめちゃくちゃかっこよくないですか。すごい、ナーフの文字とかね、最近のは右側だけ塗って左側は真っ白とかねよくありますけれども、この N ストライク時代の一昔前のブラスターはですね、本当にちゃんと全部塗装されていて、本当気持ちいいですよね。いやかっこいいわ、本当に遊び方なんですが、マガジン引っこ抜いて、違う、マガジンリリースボタンですのでね、ボルトを引いてリリースボタンを引くと、おお、マガジンは自重で落下します。はい、で弾をねとりあえず入れますよね。じゃあ CS6 という通り、相談数は6発でございます。1、2、3、4、5、6、はい、ほんで、ボルトを引いてある状態でマガジンを戻します。カチンッつ戻します、ボルトをね。これで引き金を引くだけで発射できます。じゃあいきますよ、こんな感じか。おお、かっこいいしか出てこない。もう引くとインジケーターがねオレンジ色になりますんで、はい、戻す。この状態で発射可能状態ってとこですね。で打つとこうインジケーターがね真っ黒になって、発射可能状態ではないという表示になります。まあさっきね弾は入ってなかったんですけれども、こういったギミックもですね、なかなかこれインジケーター見やすくていい感じなんじゃないでしょうか。ナーフ史上最も長いバレルエクステンションみたいな感じなんですけどね、いやこれもかっこいいですよね。本当にレールがちなみに1個ついてますね。こちら本体のバレル部分はもちろん、オプションパーツ付けられる仕様になってますね。はい、下もねレールついてますね。立てられるんか。何気にこの部分立たすことができるということでね。おお、
ここにもレールついてるし、ここにもついてますし、ここにもついてるということで、合計で 1,2,3,4 4つですかね。4つか。うん、いやこのねサイトのパーツもすごい凝っておりまして、ちょっとね個人的にこれ立てちゃうと見づらくなっちゃうんですけれども、どっち立たしてもね使えるようになってまして、なかなかほんと凝ってますよねこれ。これちょっとなんか、はい、グレネードランチャーの標準みたいな感じでかっこいいですよね。これ重要ですよねこのパーツ。うん、こっちかね、こんな感じかな、まあ、これ取ってもね一応ありますよね、はい、ストックの部分にマガジンを収めることができますので、右左合計2つですね。うん、おーいいですね。こことここ左右で1つずつ合計2つ。6発までしか入りませんよねちょっと、はい、もう6発以上のマガジンだとちょっとこの部分が干渉しても入らないと思いますね。で弾が切れたら取り出して、打つと、おーかっこいいわ。弾詰まりの際に開ける窓は一旦引いてから窓を開けて、弾詰まりの際はここからねこう弾をほじくり出す感じですかね。ロングストライク CS6、 これがアメリカ本国での名前ですね。で日本名がスナイパーショット CS6 ですね。まあ、日本名の方がちょっと分かりやすい気もするんですけども、ロングストライクもすごく名前好きだと思います私は。はい、重量が 1117g、 まあ1キロちょいということで、まあ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 ちょっと子供が持つには重いですかね。8歳の子には8歳は重いと思います。価格はまあヤフオクとか中古市場で今でも9000円ぐらいで、ちょいぐらいですね、で取引されてる感じですかね。横がバレルつけないと69センチで、バレルつけると101センチ、1メートルちょいぐらいありますんで、かなり大型のブラスターだと思います。かっこいい。縦がですね20センチぐらいですね、まあ、サイトとかつけたり外すって感じで20センチ前後って感じで、はい。初速がですね 17.5mps ぐらいでしたね。これ多分ですけどすごく保存状態いいですね。うん、飛距離確か 15m くらいだったので、まあ、大体、ほぼほぼ劣化なしの状態で、18mps ぐらいで飛距離 15m ぐらいですから、もう本当にスペック通りなんじゃないですかね。まあ、劣化があんまりないような感じで嬉しく思いますって感じで、相談数が6発、ナーフスナイパータイプのもう代表っていうかね、代名詞って感じで今でも君臨しておりますが、待望のですね新型、モジュラス版がねアメリカのアマゾンですね、ナーフモジュラスロングストライクって感じで売り出されておりますので、ぜひね日本でね売っていただきたいですね。もうほんとハズブロジャパンさん絶対売れますんで、絶対売れます。何の、保証もありませんが、要するに売ってください、新しいロングストライクお願いします。
うわぁ、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 ナーフ N ストライクロングストライク CS6 でした。文句のつけどころがないほどのこうかっこよさ、惚れ惚れしますよね。バレルつけないバージョンもね紹介しておきますか。これでもね十分かっこいいとは思うんですけれどもね。まあやっぱりねこのバレルエクステンションつけないとねやっぱ雰囲気出ないですよね。バレルつけた分ね初速ね下がるんですけれども、全部抵抗になりますからね。弾がカチカチ当たってねで出てきますから、そりゃね弾の速度も落ちますよ。だがしかし男はロマンですよ本当に。やっぱこれはね一丁持っておきたいぐらいのかっこよさですよね。今でもねヤフオクで9000円以上値段それぐらいすると思うんでね、気になる方はぜひ探してみていただければと思います。はい、まあ、現行のね N ストライクエリートシリーズの1段階前のねちょっと前のブラスターですから、まあ威力的にはね飛距離これ15メートル、今主流となっているのがオレンジトリガー今ね売り出しましたんでね27メートルじゃないですか、まあ、結構威力は落ちるんですけれども、その分ですね弾が暴れない、正確にターゲットを撃ち抜ける、そういった利点も含めてですねこのロマンあふれる、ロングストライク CS6、ぜひね手に取って遊んでいただきたいなって思いますね。本当にアメリカのアマゾンでね、モジュラス版の新型のロングストライク発売されましたので、ここはですねぜひハズブロジャパンさんに頑張っていただいて、日本で売ってください。本当に日本で売ってください。よろしくお願いします、よろしくお願いします。みんなでね新型のロングストライクで遊べる日を、心待ちにしながらですね、今回は、ここら辺で終わりたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンお願いします、お願いします。ほいじゃまた。